検察事務官役を演じた鈴鹿央士です。この映画に出演して自分の将来、家族の将来について深く考えることができました。僕と同世代の方が介護について考えるきっかけになれば嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください。僕は42人を救いました。大切な家族の絆をあなたが断ち切っていいわけがない。僕がやらなければ家族がやっていたかもしれない。私救われたんです。人殺し！お父さん返せ！あなたがやったことに正義などない。